成功の鍵、二宮尊徳の報徳思想、石昇医大。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今回は成功するための鍵となる石昇医大というものを分かりやすく解説します。石昇医大は二宮尊徳の報徳思想の中の一つです。あなたは日本で最も古い雑誌をご存知でしょうか。いろいろな説がありますが、報徳という雑誌が日本で一番古い雑誌だと聞いたことがあります。報徳の創刊は明治35年ですから、もう118年前ということになります。勘のいい方ならばピンときたと思いますが、報徳とはあの二宮尊徳の思想です。報徳とは二宮尊徳の生涯の生活と体験を通じて社会道徳の規範を考え、人間として社会生活を行うための行動の基本となるものを作り、自ら実践し、それをそのまま雛形として後世に伝えられたものです。その特色は、生活信条となる道徳、すなわち生活やモラルなど一般的な道徳活動と経済活動は別々なものであってはならないとされていることです。私たちは自分の利益や幸福を追求するだけでなく、家族をはじめ私たちを取り巻く一般社会、広くは大自然から受けている恩徳に感謝し、これに報いる行動をとることが大切です。それがまた人々のため、社会のためになるばかりではなく、自分のためにもなります。結果的にその行動が経済的利益と結びつくというわけです。このように道徳と経済は一元化されたものだというのが報徳の考え方です。二宮尊徳の一番有名な思想は報徳訓、そして五条徳などです。二宮尊徳の教えとして有名なのが4つの柱があります。それを一つずつ紹介します。1個目は姿勢。人間も動植物もすべて物やことには美点長所、良さ、取り柄があって、それらを徳として真心を持って接し、お互いに引き出し合うことが最も大切だという考えです。二つ目は勤労。何事も一生懸命、勤勉に心を込めて働くことです。石昇医大の気持ちを持って働くことが大切だと。この石昇医大の意味ですが、章を積んで大を成すという意味です。三つ目が分度。尊徳の独創的な考え方で、自分の力量と物事の関係性をよくわきまえて行動することです。四つ目、これは水上というものです。蓄えたお金や力を世のため、人のために使うことということなんですね。これが4つの柱となります。この中でも注目してほしいのは、先ほど紹介した石昇医大です。石昇医大とは、小さな努力の積み重ねがやがて大きな収穫や発展に結びつく、生事をおろそかにしていて大事をなすことはできないという意味なんです。大事をなさんと欲する者は、まず生事を務むべし。大事をなさんと欲して生事を怠り、そのなりがたきを言いて、なりやすきを務めざる者は、商人の常なり、それ、生を積めば大となるというね、まあこんな言葉が残されています。物事がうまくいかない原因の一つに、この石昇医大は考えられるんですね。つまり、小さなことの丁寧な積み重ねが継続できないということなんです。まあ小さなことは確かにね、もう地味な活動です。私たちはどうしても目立った取り組み、派手な成功事例に目を奪われてしまいます。ですが、凡事徹底という言葉があります。意味は平凡を非凡に努めるという意味です。当たり前のことを当たり前にやるのではなく、当たり前のことを人には真似できないほど一生懸命やるということなんです。成功の鍵は地味な活動の中に埋もれているケースがほとんどです。これが時代がオンラインになっても普遍的な心理だと言えるでしょう。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。